きは例のやつ。はい、どうも皆さんこんばんは、ゆきあみです。さあ今日はね、こちらジンクス新しい機体ですね。こちらのレベル4総合強化2の方を使ってやっていきたいと思います。さあまずは中継から。 C は第3レベル2か。ちょっと取りたいけど、ちょっと様子見だな。まずはもし敵が押し寄せるようならしっかりね狙っていきましょうかね。さあそしてこちらの機体ね、得意値当たらない問題をね抱えてるんですよね。冒頭で見せた通り全くと言っていいほど当たらないんですよ。相手をしっかりよろけ取った時とかじゃないとこのように当てられないので、まあ、そこら辺ね、下メインとかメインバルカンとかをうまく使ってしっかり当てていきたいですね。あとねじ込み、あっとここだ。うーん、当たらない。でもここは刺してもらえる。 OK、 ありがとう、助かった。今のは助かった。さあ行くぞ。第3そろそろ取りにかかってんじゃないかな。これ行かないとやばいか。よし、しっかり刺した。さすがに動きが止まったとこなら、いやここはねちょっと妨害してかすめ取りたいですね。よし、しっかり当たってるな。あー、俺が当たってる。ナイス、よし、しっかり取れてるね。当たるかな、当たらない。さあここはメインをしっかり生かしていきたいぞ。下メイン生かせない、生かせないなら直接当てる。さあなかなか当てるのが大変ですが、まあ、着地はさすがにしっかり、あ、狙えば、うわ後ろから刺された。下メイン当てたいな。下メインをね綺麗に当てて攻撃したいんですけどね。下メイン、あら、ここそれはさすがに無理だぞ。目の前は危ないね。さあそれではこっちの方やっていきましょうかね。よし、今行くぞ。今向かっている、任せろ。あ、これは無理だ、危ない。あ、すげえ湧いたまあ当然か、いっぱい湧いてくるよな。下メイン、下メイン当たらない。下メイン狙っていきたいけど、よし、倒した。下面に当てて当たらない。下面、あっと弾がない。得意値がなかった。今のはミスったな。はい、ここしっかり当ててって、あっと引っ掛けられたやる、もう完全に押し込んでますね。このまま2機倒したいとこだが、私は下面を当てて綺麗に当ててやりたいんだが。よし、ここもう一発、よし、しっかり当てた。疑似体ヨロのこの毒ビームを浴びるがいい。さあ狙っていくぜ。下面は当たらず、さあ下面もう一発、よし、しっかり当てた。さあ割と下メインがねまだ当たってくれるんでね、この2人この下メインをしっかり当てて得意値当てていくっていうのが今のところ良さそうですね。さああとラスト1機ですが、もう多分これで終わりでしょう。
はい、終了でございます。まあ特1の方がちょっと修正必要かなという感じがありましたが、まあ下メインが一応刺さってくれてるので、まあ一応そこから特1につなげられてるかなという感じですかね。あとはまあ特殊移動3回あるので生存力は非常にあります。移動の方をしっかり使って生存して、もしくは急速接近して格闘にねじ込んでいくっていう手もありますので、まあある程度ね避けることを重視しながら戦闘していくのがいいのかなと。あんまり下メインとかも打ちすぎると足止まっちゃうんでね、打たれちゃうんですよね。はい、それでは今回は撃破5損壊0アシスト2選挙2でした。味方さんはこの方にしとこうかな。はい、翔さんの方、あとは敵はこの方ですね。はい、それではダメージ統計いきましょう。はい、今回は与えたダメージ4280の受けたダメージ681でした。まあ、特別強い敵体ではないので、まあ、スタンダードで行くのはちょっと危険かなと思います。修正が入って特1がもうちょっと当たりやすくなったら乗れるのかなといったとこでしょうかね。はい、まあ今回新機体ということで、まあ、今回ここまでにしたいと思います。今度はまあ修正機何か乗れたらいいかなと思っています。まあ前回の修正とか入ったやつも全く乗ってないんで、まあ正直乗った方がいいんだろうなと思いながらね、ちょっと最近ねちょっと病院の方の検査とか連日続いてまして、まあ今日もねこう動画出してますけど、病院の検査終わって帰ってきてからの収録でございます。はい、またね1ヶ月後ぐらいに結果出るんですけど、前にねあの手術したあれの結局術後の定期検査ですね、引っかかったらまあ本当にもうやめようかなって実況の方思ってますんで、まあ引っかからないようにちょっと最近は無理しないようにまあ実況はしてるんですけど、まあ結果次第でどうなるかなってとこですね。はい、まあ体調の方別に悪いわけじゃないんで、おそらく大丈夫だと思います。はい、それではね今日はこのぐらいにしたいと思います。皆さんまたよかったら見に来てください。スペシャルミッションを進めて、まあこの機体に乗るんでしたらまあ600コスト戦が無難かなと思います。それじゃあ皆さんおやすみなさい。